こういう歴史もやった方がいいですよね。僕らも知らないところに答えていただくと嬉しいよね。言わないとダメです。それは掛布はダメですね。江川卓の高され。今回フォアボールについて。フォアボール、はい、今シーズン阪神、まあ、フォアボールっていうのは一個気になってるっていう話が江川さんに あったと思うんですけど、はい、このフォアボールっていうのをちょっと大きいテーマにして、はい、今回ちょっとやっていこうかなと、はいはい、まずフォアボールっていうところなんですけど、フォアボールの成り立ちって江川さんってご存知ですか？フォアボールの成り立ち、はい、わかりません。まあ、フォアのボールですが、4つボールですよね。はい。そのフォアボールですよね。そのフォアボールです。ワン、ツー、スリー、フォアですね。はい。で、まあ、フォアボール自体は、実は和製英語で。あ、そうなの？はい。和製英語？和製英語です。おー。メジャーでは、ベースオンボールズ、またはウォーク。おー。で、あ、ウォークって言うんですよ。はい。ウォークは知ってます。ウォークと言ってました。ウォークで言ってました。ウォークって、まあ、一塁に行くって歩くって言うんですね。はい、フォアボールになって1塁のフォアボールですね。で、もともとフォアボールは4球ボール球になったらフォアボールじゃなくて、もともと発足した頃1876年頃は9ボール、うん、9ボール、おー、9球ボールになるとフォーク。ああ、そこまで書いてなかったな。うん、面白いです。大先生の大先生。1800?1877 年。メジャーができて30年後です、まだ。はい、の頃はそうだったみたいです、はい、ストライクは3つなのに9ボールで投手があまりにも有利だったので減らしてたんだ。そうです。次に1880年に8ボール、1887年に5ボール。よく調べましたね。多分ですね、それ僕見てないんですけど、その当時見てないんですけど野球の技術がコントロールがそんなになかったのかもしれないです、当時は。もしかするとだからストライクが入りづらかったのかもしれない。ボールが多かったんで、ボール3つぐらいにしちゃうと全部ウォークになっちゃうんだ。違うかな。その頃は投球の高低の注文ができたみたいです。一番先ですね、ラインボールの前の話ですね。時はあの注文ができたんですよ、バッター。こういうふうに投げてくれっていうのはできたんです、一番最初は。下から投げてたんで、うん、もうちょっと遅めとか高めに投げてくれって言ってバッターが好きな時に打ってたんで、まあ、それからそのナインボールになったんだと思いますね。1887年の5ボールになる時まではその高低の注文ができてたみたいで、うん、で5ボールの時にそれが廃止されたと。で1889年にフォアボール制になる、そういう成り立ちみたいな。どんどん変わっていったんですね、はい、だからその歴史そこまでは知りませんけど、いろいろルールが変わっていった歴史を知っているので、ルールが変更になるっていうのはしょうがないなっていうのがあるんですよね。どんどん変わってきてるんでね、最初から一緒じゃないので、それはありますね。最初は好きなボールを、まあ、バッターが打つまで待ってたんですけど、だん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 打たれるのが嫌な人が出てくるんですね。我々みたいに打たれるのが嫌いっていう人が出てきて、多少下から投げて振りして横から投げてきて、バッターが打ちづらくなって、どんどんマウンドを後ろに持っていったっていうことがあるので、それでなんかストライクがだんだん入らなくなったんですよね。でボールはいっぱい投げていいよってなってたけど、それじゃあ試合が長くなるからっつってボール減らそうっつってコントロールをつけるような時代になってきたんじゃないですかね。だからその9ボールかフォアボールになったんじゃないですか、多分。和製英語だけどってことですよね、はい、そうです、はい、っていうのが、こういう歴史もやった方がいいですよね、はい、ね、僕らも知らないことがあるし、皆さんも知らない、うん、僕も見たことないからね分かんないです。1800年代ですか、うん、っていうの成り立ちというか、江川さんが以前試合時間を短縮するのにっていうところで、はいはい、3審じゃなくて2審にしたところだということを提唱というか、はいはい、されて、この2審ではないんですけど、1971年に3ボール制の試合が行われて、あったんですね、はい、これはですね、アリゾナで春季キャンプしたロッテが、うん、ロッテとアスレチックのオープン戦、はい、3ボール制っていうのでやってみようって、はい、練習試合ですよね。練習試合です。わー、やった人がいるんだ。はい、それ初めて聞いた、面白い。試合の結果はロッテの投手陣は3ボールが3に対して、うん、アスレチックスは17個3ボールです。うん、まあその日本のピッチャーのコントロールいいですから、でもメジャーっていうか、まあ早いけどコントロールない人多いんですよ。その結果はなるでしょうね。で12対6でロッテが
圧勝したんですけど、うんうんはい、でも今だって一塁に申告敬遠がついになったからね、うん、あれだからなっちゃったからもうあれなんだけど、4つ投げだけで暴投もあったりするから面白いっていう人も意見としてあったわけですよね。というのもなくなるわけですよね。まあ、別に申告敬遠しなくてもフォアボールでもいいんだけど、はい、というふうにルールが変わっていくっていうことですよね。だどこまで許されるかっていう、今みたいにあのアウトセーフもスローで見えるようになっちゃったから、でも時代が変わると色々変わっていくかもしれないですね。ただストライクゾーンだけやってほしくないなと思ってるけどね、うん、ロボットがいてね、ストライクとか言うのやめてほしいなと思いますけど、できるかもしれないけど、いろんなカメラ撮っといてね、うん、赤外線カメラかなんか当てればできるかもしれないけど、なんかあんまりそこまで行きたくないなと思いますね。ボールとかね、それ行きたくないですね。まあ、このフォアボールにまつわるところで、はい、チンエピソードっていうんですか、はい、これ1個、江川さんの引退や1987年10月18日、広島との最終戦です。私の？あ、まあ、そうですね。江川さんも投げてますね。投げてる？はい。5回から投げてます。ほう。ですけど、この試合で吉村選手にそういうある出来事があったんですけど、フォアボールにまつわる。あ、はい、それ知ってます。フォアボールだったんだけど、アンパイアがカウント間違ってて、フォアボールでももう一球投げたじゃないかったっけ。そうです。そうでしょ。なんか覚えてるような気がする。で、それがホームラン。お、え、その後ホームラン打ったの？はい。なんで、フォアボール2ストライクの状態から投げてホームラン。あ、ホームラン打ったんですか？はい。その時キャッチャー立川でしょ。キャッチャー立川です。いや、立川知ってたと思うんだよね。うん。立川知ってたけど黙ってたと思う。フォアボール。フォアボール知ってたって知ってて、ほら、言うタイプじゃないから。それでフォアボールになっちゃう時知らん顔してたんだと思う。相手のアナン監督も知ってたみたいです。あ、知ってたの？気づいてたみたいです。あ、そう。だけど、やっぱりホームラン打たれちゃったんで、うん、人間は正直じゃなきゃいけないなっていう。それホームラン打っちゃったらホームランなの？ホームラン打ちます。あー、アウトカウント間違ってても。アウトカウントっていうか、ボールカウント。ボールカウント間違ってもホームランになるの、結果が出れば。なしになるの、そのフォアボールが。その審判のミスは指摘しないとダメなの。ダメみたいです。じゃあその打ったのは3ボール2ストライクから打ったことになる。フォーボール2ストライクから打ったってことですか。じゃあ歴史上フォーボール2ストライクから打ったって残ってるの。動画が残ってて、ちゃんとあのボールカウントとかのマークあるじゃないですか。あれがボール4つになってます。テレビ上は。テレビはね、はい、くっつけたんでしょ、だけど、はい、だけど違う、公式記録は、それをフォーボールにするの、フルカウントじゃないの。コンピュースも入ってくるので、じゃあ、唯一今までの歴史の中で、多分1回だけかもしれないじゃん、その公式スコアにフォーボールって載ったってことでしょ、そういうの知ってる。公式スコア、ちょっと調べて。公式記録に載せるかな、フォーボールって。公式記録に残るので、それは入ってると思います。あ、そう。ホームランは残るのは分かるけど、フルカウントでアンパイアがミスしたって書くのか、フォーボール、ツーストライクから打ったって乗るのか、どっちかだよね。まあそういうことですね。それも知りたいよね。そう知りたくなるよね。どっちなのよって。アンパイアの人か誰か分かんない。まあ間違ったにしても、4つボール出してたらフォアボールなんで、はい、結果ホームランはいいとしても、ホームランを生かすとしても、フルカウントにしないと変でしょ。公式スコアにフォーボールって乗るのが変だもんね。公式記録がどうなるかですね。うん、僕はそう考えるけど、スリーボール以上のものはないわけじゃん。野球の規則になる、うん、フォアボールになったらそれはフォアボールになるから、記録がホームランになるってことはフルカウントじゃないとおかしいと思う、うん、僕の見解はまた違っててまた面白いんだよね。誤審として取り扱う、あの吉村麗だけじゃなくて他にもいろいろとそういうのはあるんですか？ありますか。こうやってやってて、新たな問題出るから面白いんだよね。公式記録がどうなってるかだけ知りたいんだけど。なんでこんなことを思いつくかっていうと、思いつくかって、あの食いついて離れないかをね。引退した時だったかな。辞めた時にあの公式記録いただいたんですよね。公式記録の方にプレゼントでいただいたんですよ。日本人になった時の公式記録とか。全部つけても当たり前かもしれないけど、つけていただいてたんだっていう名前でいただいたの。何試合か。20勝した時と日本した時かな、うん、で最初のゲームかなだったかな、大変なんでね、そういうところ食いついて離れないんですよ。
規則は、記録がどうなるかちょっとまで書いてないんですけど、審判員が規則に反した裁定を下したにもかかわらず、アピールもなく定められた期間が過ぎてしまった後では、たとえ審判員がその誤りに気づいても、その裁定を訂正することはできない。うん、それは分かったですよ。そうです。分かったです。記録がどうなるか。だけど、記録員はどう書くかなんですけど、そのフォーボールっていうのを初めてつけるかどうかなんですよ、そのボールを。これもあれですかね、ちょっと、もし詳しく。分かる、うん。もしかして、これ、記録員の方ご覧になってる可能性あるから、そしたら記録員の方が、本人の名前じゃなくていいから、匿名って言うんですか、これ。はい、今、なんて言うの匿名じゃなくて。匿名、コメントができるので。ニックネームとかいろいろあるじゃないですか、はいはい。それでやっていただいたらいいよね。はい、私は、幻の審判、審判じゃない、記録員ですけど、公式記録をこう書きますって知りたいよね。うん、そういうのをこれね、チャンネルだから。確かに。そうですね。その、見てらっしゃった方がいたら絶対、あるいはお友達だったら、ちょっと、それ聞いてたぞって言って、答えてやれよっていうことで、はい、答えていただくと嬉しいよね。僕の見解はフルカウントすると思うんだけどね。うん、だって4つボールっていう公式記録書くってのが変だもん。その中ですかね、球数も1球減らすって。いや、だから、ね、球数は4球プラスして書くんだけど、記録は 3-2 で1個ボールをカウントしなかったっていう注意書きみたいなの書くんだろうけど、フルカウント以上のものがないから、フォアボールになっちゃうから、4つ書いちゃった公式記録ですよ。打つのは打ってもアウトになってもっていうことが、またこっちと置いといて、公式記録をどう書くかって話なんだけど、それだから3ボール以上のものを書いちゃったら変なことになっちゃうと思うんだよ。球数は入れるとしても、公式記録にはフルカウントだったけど1球ジャッジミスで4つボールで投げてますって書かないとダメなんだ。欄外にフルカウントの横に1個書かなきゃダメだ。この欄の中に4つ入れちゃダメだと僕は思う見解なんだ。そこはすごく面白く聞きたいね。ちょっと詳しい方はぜひ、うん、もうぜひお願いします。こういうのこれは1回なんかお聞きしたよね。なんかねさよなら初めての時に松本さんのやつを見てないって言って、本当に見てないのみたいな話になったら、本当に着替えてたっていう。代打を送られて。代打に送られて、後ろに行ってな、着替えてたかなんかしたんだよね。それで来たら、さよなら、みたいな、ありましたっていうのを覚えてる人もいたね。はい。ありましたね。だ今回も、ぜひお願いするのは、まだ早いか、あれなんですけど、公式記録の方がもしご覧になってるか、お友達がご覧になって、僕は公式の書く人知ってるよっていう方がいたら、ぜひお願いしたいと思いますね。どんな記録になるのか知りたいですね。ちょっと知識が1個増えますので、よろしくお願いします。最近もそういう例があって、2007年にヤクルト対中日で、青木さんがカウント1ボール1ストライクから3球続けてファール打ったんですけど、なんかスコアボードが2ボール2ストライクになってて、その後2球ボール。まあ本来だったらフルカウントなんですけど、スコアボードが2ボール2ストライクになってたんで、3ボールでフォアボールになってしまった。おお、それ1個早くいっちゃったと。はい。それはなんか収まるからいいよね。収まります。はい。でも3ボールなのに。1個早くいっちゃったんですよ。1個早く、はい。フルカウントなのにいっちゃったんでしょ。フルカウント、本来は、はい。それはちょっとまた面白いんだけど、かけるからさ、はい、3つまでボールかけるじゃん。だからそれは僕は2つだけ丸書いて、これはフォアボールじゃなくて、まあフルカウントって書くじゃないですか。でも、フォアボールでいっちゃいましたみたいな。なるから、収まるんですよ、枠の中で、スリーボール。それはだから、それはそれでいいと思う。思うとか、収まる。収まるか収まらないかの話なのね。そう、フルカウント以上のものはないじゃん、野球って。青木さんのやつは、フルカウント手前でいっちゃってるから、いいわけよ、俺は。僕の見解はね、ダメじゃんって、違うじゃん。違うんですけどって、こっちは、フルカウント前の野球だから。これフルカウントもじゃん。これ違うと思ってるんだよね、僕の見解は。まあ、私はおかしいでしょうか。で、ちなみにそのシーンでは、青木さんはあれと思ったけど、誰も何も言わないからということで、一塁に進んで、その時の球審は、その時点で気づいてませんでした。誤審を認めた。一個少ないのも多いのもあるんだね。で、これ同じケース、掛布さんもあって、はい、中日戦で、はい、小松投手との対決で、やはりこれも誰からもアピールがなかったので、スリーボールなのにフォアボールで。喜んでいったの。喜んで。それは掛布に問題あるよね。4番バッターで喜んでいっちゃダメだよね。いや、俺行きたくないって言わないとね。
もうボールが6つぐらいになってもいかないって言わないとね。いやいやいや、俺もう全然フォアボールじゃない。ファールしたって言わないとね。言わないとダメです。それは掛布がダメですね。まあ、4番なんだから、ちょっと青木さんのケースと違うよね。めっちゃダメよ。ちゃんと打たないと。ホームランでやってもらわないと、そんなことでしょ。バッターが勘違いした例もあって、うん、これは日ハム対太平洋で、張本さんがフルカウントからアウトコースのボールを見極めて、まあ、実際にはこれでフォアボールのはずなんですけど、はい、そのままバッターボックスで仁王立ちしたまま次の球を待っていたと。で、ヒット打ったんでしょ。いや、ここはあの球審があのフォアボールですよということ でしょ。だから張本さんちゃんと分かってもいかなかったでしょ。フォアボール出すのも、いや、私はここで打つって言ったんですよ。なるほど。ね、だからさっき掛布に注意してるでしょ。ちゃんと張本さんは、いや、今の俺はファウルした、もう一回投げてますって言ったんですよ。それが中心打者というものじゃないですか。あんなフォアボールだかって、あれフォアボールですかって、いちいちダメなのよ。それはもう掛布に注意しておいてください。ダメっていうことです。それもなんか一時言ったらダメなんですよ。今のは当たってないように見えますか、私がチップしましたって言わなきゃ。中心なこと見えなかったら、ちょっと振りましたと、ファウルになりましたって言わないとダメです。ダメです、それ言わないと。はい、ありがとうございます。まあ、なんか面白いコーナーになったね。ということで、フォアボールの歴史から、まあ、フォアボールにまつわるエピソード。面白かったね、今回は。全然広がんないと思いました、最初はね。最初は失敗した回だなと思いましたよ。思わぬ広がってます、私の中では面白い。あとはお答えを待つってことですからね。はい、ぜひ、はい。今日はですね、ちょっと面白い回でございました。フォアボール、和製語だそうですね。だからフォアボールじゃないんですよね。フォアボールですから。和製英語ですからね。日本で和製ですよ。こんな歴史があるというのは面白かったですね。もし、私は面白いと思いました、今回の回は。こんな話が広がると、最初聞いた時はこう難しい回になるなと思いましたけど、いろんな歴史があるんでございますね。ということで、和製でございます。こうやってわからない自然の中で、そういうことが起こるってことでございますね。わかりますよね。わさびでございます。ピリッと辛い回になりましたね。本当にもう、まさに和製の清らかな水の中で行われたアクシデントでございますね。ハプニングでございますね。今回はわさびを作っている方でございます。ぜひですね、ピリッと辛い一票、選挙じゃございませんが、一票お願いします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。